ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がマセラティレバンテ S、 こちらをご紹介させていただきます。はい、これレバンテ、ちょっと早速なんですけど、はい、グレードちょっと難しいんですよねそこからですか最初からぶっ込んでいいですか。ぶっ込みましたね。はい、ちょっとグレードがちょっと難しいんですよね。はい、難しくはないです。他のなんかこうドイツ御三家みたいにこう、はいはい、分かりやすいのが最初からこうバチンって出て、はい、グレードっていうよりかはこう後からいろんなものが、そうですね、後からいろいろこう継ぎ足しできてるので、ちょっと分かりづらい部分もあるんですけど、まずまあレヴァンテ最初に出た時はレヴァンテとレヴァンテ S から出て、そこからディーゼルが増えて、GTS が増えて、でまたグランスポーツ、グランルーストっていうスポーツバージョンと、まあ、なんてラグジュアリーバージョンっていうのが増えて、で、まあ、GTS って言いましたっけ、ディーゼルが増えて、はい、トロフェオが増えて、トロフェオが究極のモデルですね。そうそうそう、はい、だからそれはちょっともう1個違う部類になりますけ ど、 ど、まあ、基本的には S と、まあ、ディーゼルがメインなんですかね。なるほど、という形でざっと説明しましたけどなんかこうサムネ入れてもらった方が分かりやすいかもしれないですけど、はい、今回ご紹介させていただくのが S っていうことで、 S の方です、はい、で前回りなんかはもう本当にマセラティの共通のデザインというか、はい、そうですね、この一応年式的にはまあデビューした時のモデルに近い、要はグランルッソ、グランスポーツになる前の S のタイプになるので、バンパー形状とかはどちらかというと、まあ、前期後期っていう形で分けてると前期の方のスタイリングにはなりますね。このダクトが3分割になってるか、そうですね、つながってるか、はい、ちょっとバンパーの人がちょっと違うっていう、はい、でも結構そこのデザインとかも結構皆さん好みがあるので、まあ、古い新しいっていうのはあまり感じないのかなと思います。全く感じないですよね。全然感じないと思います。はい、あと今回またちょっとあのドレスアップしてるお車になるので、はい、まあ、そういったところも紹介させていただきながら、またあの今乗ってる方のね、多少そうですね、カスタマイズの参考にもしていただければと思いますの で、 でまず目につくところといえばここです。はい、グリルが真っ黒になってるじゃないですか。はい、これ縦のフィンを塗ってるってことですね。そうですね、はい、半ツヤで、はい、であとはこの下のこの部分もこれも塗ってます。あ、なるほど、こうなってますね。これもともとシルバーかな。シルバーです。はい、でエンブレム、ここもちょっとスモーク入ってます。ちょっとこの色味がこだわりっていうことで、そうですね、はい、これ結構ちょっと難しいんですよね。 あまり濃くしちゃうとちょっとこう下品になっちゃいますし、薄すぎてもあんまりちょっと逆になんか安っぽく見えちゃう部分もありますので、絶妙な色合いで、絶妙な色合いで、はい、残してあると、はい、そしてヘッドライトの形なんかも本当に共通性がありますよね。そうですね、ありますね。ギブリなんかにも本当に似てきた、はい、そんなヘッドライトで、そして横に行くと車高、今回結構下がってますね。下がってますね。一応今回は今の現状は一番下、まあ、乗り降り用って形で一番下げてます。この状態では走れませんので、一回ちょっと上げる形になりますけど、まあ、スタイリング的に、ね、こっちの方がかっこいいので。なるほど、はい、エアソースで一番下がってる状態、下がって、まあ、一応あのロアリングで下げてます。まあ、基準値を変える部品でさらに下がるようにしてるということですね。下がる、はい、なるほど。そしてホイールが21インチがこれはオプションでしたか。はい、オプションです。一応今回基本的にはベース、外回りとかそういうのは純正のまんまに近い形ですね。でちょっと車高を落として、あとスペーサーを入れて、あ、なるほど、はい、ちょっと出してます。出面がもうつらつらになっております。はい、パッと見はノーマルに見えるんですけど、こうポイントポイントでちょっとこう手を加えていることによって、ノーマルのレバンテとはちょっと一味違うかなという、なんか違うぞっていう感じします、ね。うん、スタイリングになってますね。これ足元かっこいいですね。はい、このトライデント、はいのデザインのスポークと、はい、そうですね、そしてキャリパー大きいですね。大きいです。これブレンボかな、はい、シックスポットですかね。しっかり大きいブレーキになってます。やっぱね、マセラティスポーツメーカーですから、そこはしっかりと SUV の足元っぽくない、はい、そんな感じがします。はい、そしてフェンダーはしっかりこれついてますね。そうですね、マセラティの、まあ、なんて言いましょうか、横から見たらマセラティここでね判断するというか、はい、もうすぐ分かる、はい、もう一応黒く塗ってます。そして回っていくとこの辺もしっかり黒くなってるんですね。はい、そうですね、はい、このルーフレールからドアモール、はい、で結構マセラティなんですけど、ノーマルのシルバーのメッキって結構やっぱりよくある、水垢、曇ってきちゃう、水垢が結構マセラティつきやすいので、まあ、こういったところの
ね、ついたのも黒くしちゃってもいいですし。なるほど。そうすると劣化があんまりないんで、うん、ちょっとパリッと見えますね。はいはい。でもね、ここだけやっぱりしちゃうと、ここだけなんで黒ってなっちゃうところがあるんで、やっぱりこう前からトータルでやってる感じですね。そして後ろも同様にキャリパーが赤くなってたりとか、はい、スペーサーも出してますね。そして後ろのピラーのところにはしっかり他のモデルと同じようにこのトライデントがくっついてると、はい、このボディラインいいですね。この車の車格的にはカイエンとかと、そうですね、カイエンとかとやっぱ強、まあ、ライバルというか競合ということで出てましたね。なるほど、はい、でちょっとホイールベースはその辺より少し長いんですよね。長いです、はい、横から見るとフロントのちょっとこのフェンダーの大きさというか長さが、うん、だから意外にちょっとここら辺が長く、そうですよね、うん、見えると思いますね、感じますよね、はい、はい、じゃあ続いてリアも見てみたいと思います、はい、リアもいろいろやってる感が出てます、ね、そうですね、一応このラインは純正のラインですけど、この外側、はい、でここのマセラティのエンブレムと、これがかっこいいですよね、はい、トランクこうですね、このモールとあとはエンブレムレバンテ、はい、レバンテなんですよね、はい、はい、バじゃないんですよ、ウニ点々ですよね、そうですそうです、ね、はい、いきなりそういうの降ってくるから、すいません、え、そしてマフラーも、はい、これも乗ってあります、ここマフラーとあとここも、あ、なるほど、ユタの部分もなってます。あ、そうだ、さっきノーマルって言ったんですけど、はい、はい、センターマフラーはパワークラフトが入ってます、はい、あ、なるほど、はい、じゃあ中間だけ、中間だけ、はい、変えてある感じですね、はい、だから音は全然、いい感じになってますね。なるほど、純正プラスアルファって、プラスアルファですね、全く別のこの、はい、爆音とかじゃなくて、まあ、そうですね、爆音っていう感じはなくて、ちょっとその車好きの人にはやっぱりいい具合に、なるほど、はい、いい音になってると思います。でバルブもついてるんですね、これ。そうです、はい、ついてます。でこれ他のモデルと同様で、はい、走んないと、そうです、ドライブに入れないとバルブは開かないので、例えばそのアイドリングの時に音がバーンって大きくなるかっていうのはないですね、はい、でこれ使い勝手もだからいいですよね。いいと思います、はいはいはい、さっきまたポイントとしてはこれあえてテールは塗ってないんです今回。あ、なるほど、はい、ここを黒くしてしまうのもいいんですけど、スモーク入れるのもいいんですけど、あえてやっぱり白のボディカラーを生かすので、黒をベースにしてここはノーマルで、ランプ類は触らない、触らないっていうのが、なるほど、ちょっと上品な感じで、そうですね、はい、言ってます。そしてじゃあトランク開けましょう。あ、トランクでもハンズフリーの鍵、はい、一応フリーを、はい、トランクを真後ろで、真後ろ、はい、え？そうですよね。いやいやいや、はい、ちょっと若干事故がありました、ね、事故ありました、はい、しっかりついてると、はい、そして開け閉めというか閉めるのここじゃないんですよね。そこじゃないです、はい、横なんです。毎回探しちゃうんですけど、はい、ここにありますね、はい、この脇のところですね、うん、はい、そしてじゃあゴルフバッグいつも通り積んでみましょうか。はい、ゴルフバッグですね。ちょっとそのまんまだと、まあ、いっぱいいっぱいな感じですかね。詰めなくはない。そうですね、ここが高さがやっぱりないので、うん、ちょっと、そうですよね、ここ結構傾斜もありますもんね、うん、あるので、まあ、ここを外してもらうか。でもこれ結構、これすごいんですよね、結構しっかりしてる素材はしっかりしてる。そしてこの なんていうんですか、ちょっとこの裏起毛みたいな、そうですね、裏起毛か分かんないけど、はいはい、ちょっと質感のいいファブリックがあって、うん、こういうところにネットがついてて、これちょっと気の使い方がちょっとイタリア車っぽくない、そうです、ね、ない感じですけど、はい、で横なんかのこのえぐりはなんかもう最低限なんですね。最低限ですね、はい、だからまあじゃあゴルフバッグ4つ詰めて4人で行きますよっていうのはちょっともしかしたら工夫をしていただかないと難しいかもしれない。ただシートはしっかり倒れますので、はい、よいしょ。そしてカチャってなるんですよねこれ、うん、はい、よいしょ。こんな感じでしっかり余裕を確保できると。なるほど、トランクの容量も他のこうライバル車に比べて若干ちょっとこう少ないみたいな言われるんですよ、ね、はいはいはい、ただもうそういう車じゃなくないですか、なんか、まあまあね、はい、まあ、大きい車に荷物乗せるんだったらちょっと別の車でということですね、うん、なんでまあ他のライバル車に比べて特段こう容量が多いとかっていうわけじゃないんですけど、まあ十分な容量もあるし使い勝手も悪くないんじゃないかなって、うんうん、まあ、でこの下も、はい、での売りはね、やっぱ荷物っていう感じじゃないですよね、はい、まあ、ちょっと小物入れが、なるほど、はい、ついてると、ついてますね。これはあれか、あの横のレールですね、はい、はい、そ
うですよね、このレールなんかも使えるんで、うん、使えるんで、はい、まあ、その辺の使い勝手は、うん、まあ、十分だと思います、じゃないでしょうか、はい、事故なしに締まりますね、バッチリです、はいはい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、まあ、今回の車はオプションがフル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 って言っていいですか、フルフルって言うと僕みたいに言われますよ、はい、フルオプションなんですよ、なるほど、なのでそういったところもちょっと紹介させていただきながらなんですけど、まず外装のこのなんて言いましょうか、なんだろう、エントリードライブっていうのが一応、まあ、いわゆるスマートキーのこの解除ボタンですね、はいはい、解除ボタンとロックボタンと、はい、でマセラティってあのリアはオプションなんです、でこれは今回フロントリアとオプションでついてます、いやもう全席ついてる、全席です、全席どこからでも開けられてる感じになりますね、なるほど、ついてて嬉しいオプションが、はい、どうぞ中、はい、そして中はツートンのかっこいいレザーじゃないですか、なんかイタリア、ザ・イタリア車って感じじゃないですか、そうですね、はい、色気が、はい、ここら辺のドアから見ていきましょうか、ドアからしっかりなんかこのカーボンの、あやおりのカーボンの、はい、カーボンもオプションですね、似合いますよね、インテリア、はい、だここはちょっとね、ウッドとかだったりするとコンビ色なんて言うか組み合わせ方でちょっと残念になっちゃう場合もありますので、ちょっとレーシーさもありつつ、そうですね、はい、そしてこのワインレッドというかボルドー系のレザーと、はいはい、ちょっとこのアルミの使い方がうまいなっていう、うんうん、隙間も入ってるじゃないですか、モールが、うん、でスピーカーはバワーズ&ウィルキンス、そうですね、はい、これも一応オプションです、普通ノーマルと次が、ハマーガードンとこのこれを言えないんですよ、バワーズ&ウィルキンス、バワーズ&ウィルキンスとかいつも忘れて、一番いいやつですね、一番いいやつです、はいはい、しっかりついてると、はい、ついてます、で中もかっこいいですね、これシートもハンドルも、ハンドルこれ変わってますね、ハンドルも変わってます、これも純正オプションで、本来ねこういう純正だとここのこことここのカーボンのコンビが多いんですけど、今回このこの側面っていう、側面カーボンっていう、ちょっとあんまり他のメーカーで見ない、はいはい、ちょっと変わったステアリングが、はい、これもおしゃれですね、後からつけてますね、はい、パッと見ねちょっと派手さはないんですけど、見るとおここカーボンじゃんみたいな、そうですね、そしてその奥に見えるパドルが、はい、まあでかい SUV のパドルじゃないですよね、そうですね、本気な、そうですね、本気のスポーツカーのパドルが、はい、でこれハンドルについてくるタイプじゃないんですね、これあまり固定されるタイプの、そうですね、はい、だからその辺にちょっとね、フェラーリとかランボルギーニもそうですよ、本当ですよね、それと同じですよね、そこ SUV だからって買えないんですね、買えないですね、ちっちゃいパドルにしてこうハンドルにつけちゃうとかってしないんですね、いいですね、それってこだわりで買えないんですかね、そうじゃないですかね、コストの問題じゃなくて、いやコストむしろ多分こっちにパドルつけた方がコストは安いと思うんですよ、でもねここにはね一応ボタンついてるんですよ、ハンドル、えこれ何ですよ、ボタンなんですか、このあのなんだっけ、ああ操作できる、操作のボタンがついてる、なるほど、パドルじゃなくて、はい、で結構インテリアなんか特にそのフィアットクライスラーグループになってるんで、うん、なんかその電気的なパーツとかスイッチ類とかはその辺が流用というか、そうですね、使われてるんですよね、はい、あ結構共通の部分あるんで、まあギブリから乗り換えだったりとかっていうのも全然戸惑うことなく、うん、戸惑なくいけますね、でシートもいいですねこれ、はい、このステッチの多めのステッチとパンチングのレザーと、はい、でシートの機能としてはもうスタンダードな調整と、あとやっぱり気になるところでいくとシートヒーターとベンチレーション、はい、ベンチレーションはオプションで今回の車はついてるということで、はい、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、ちょっと椅子がちょっと後ろにしていいですか、ああ割となんかこう全体的にゆったり、はい、ゆったりします、はい、シートのこのサイドサポートも広めでゆったりです、もっとなんかこうスポーツしてるんかな、あ、はい、ただクッション自体は結構固めなんで、座った感じはちょっとスポーツです、はい、ただホールドはされすぎないんで、はい、まあ適度に、はい、そしてステアリングちょっともう一回触れますけど、ちょっと大きめですか、そうですかね、はい、ちょっと大きく感じます、そしてメーターはこのアナログの左右に配置されるパターンで、はい、ちょっとレーシーですね、レーシーですね、でダッシュボードなんかもフルレザーで、はいはい、高級感がすごいです、そしてこのちっちゃい時計、はい、
いいですね。そしてナビ周りなんかはこんな感じで、ナビも他のクアトロポルテとか、そうですね、ギブリなんかと共通の、クアトロポルテとは違いますね。あ、クアトロポルテとですね。あ、なるほど、ギブリと一緒なんですね、はい、でも中の内、中のなんてシステム的にはクアトロポルテと同じですけどね。なるほど、ナビのこの表示関係はギブリの方が近い、はい、なるほど、そんな感じです、はい、あ、でシートヒーターのコントロールが、うん、ベンチレーションとね両方ついてます、はい、そしてこの辺のパネル関係は全部カーボンで高級感もありつつ、はい、そしてこの辺のドリンクホルダー、この開き方いいっすよね。そうですね、ちょっと独特ですよね、はい、パカッと開くんじゃなくて、はい、最後吸い込まれる感じ、吸い込まれる感じ、はい、いいです、質感もいいですね、うん、これこっちから見るとその構造が分かりやすいと思います、はい、なんでパカッと開くか、あー、なるほど、そういうことですね、はい、いいですね。でちゃんとこのカーボンの面も当たり前ですけど、うん、全部揃ってるわけですよ、うん、一コマずれちゃってたりとかないわけですよ、まあ、純正ですからね、さすがです。そういうとこね、まあ、細かいですしね、はいはい、いやいや、だって気になるじゃないですか、はい、やっぱりもう色気の車ですね、色気の車、はい、で小物入れと USB が2系統と、はい、これが AUX が何か刺さってるんで、これ、はい、テレビが、そうですね、オプションで、車外でテレビをつけてます。なるほど、はい、追加してると、はいはい、でもともとはい、あのマセラティのこの台テレビ映らない、映り悪いんですけど、はい、あの車外のテレビをつけることによって見れるかっていうと、それでもなんとか見れるぐらい、あ、なるほど、はい、でそれであえてつけてますね、ここで切り替えて純正も見れるんですけど、純正と車外のもの、なるほど、あとはまあちょっと後ろにモニターもこれあとついてるんで、はい、うん、できますけど、あとここに DVD チェンジャーもついてたりとかするので、あ、なるほど、あの後ろにモニターで、はい、映画みたいとかっていうのもできるよ。じゃあエンターテインメント関係も使い勝手よく、はい、これ純正なんか後付けですね。なるほど、はい、カスタマイズされてると、はい、そしてここに戻ってくるとこれですよ、これ、はい、魅惑の、ちょっと、はい、魅惑のシフト、はいはい、一癖あるシフト、はいはい、どこに入ってるのかわからないっていう、はいはい、この辺は多分慣れですよね。慣れですね、慣れです、はい、確かにちょっとこう操作感が入ってるかわからない、そうですね、だから、駐車止めてバック入れようかなと思ったらパーキング入ってたっていう、はい、通り過ぎちゃった、通り過ぎちゃった、はい、パーキング入れたつもりがこう、はい、まだバックに入ってたりとか、はいはいはい、だからの運転してて危ないって思うことはないと思いますね、はい、ちょっと癖がある感じですよね、うん、行き過ぎちゃってるだけなので、はい、いいじゃないですか、そういうのも、うん、はい、うん、それもね、癖ですよね、はい、そうですよ、いいと悪い、好きと嫌いは別なんで、いや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 、多少癖があった方がね、そうですよ、何でもね、はい、好きになれますから、はいはい、そしてこの辺が、まあ、モードの切り替えボタンだったりとか、はい、で電子制御の足回りついてるんで、はい、その辺の切り替えボタンとか、うん、あとここで車高、はい、あ、ね、車高の上げ下げなんかもここでできると、はい、でこの辺がナビのコントローラーと、でアームレストの中はこんな感じでパカッと開いて結構余裕ありますね、はい、ドリンクホルダーみたいになっててシガーも1個ついてると、こんな感じでございます。そしてじゃあナビ周りちょっと詳しく見てみましょうか、はい、はい、ここも一癖あるんですよね。一癖？はい。ああ、まあまあ。でもこれあれでしょ？ここを見ても、ここも最初見ておいてもらえるんじゃない？はい。これはそのまんまですよね。ドライバーパッセンジャー、はい、助手席ですよね、はい。はい。それがこの中に入ると。OK。はい。あれ？だから並びじゃないの？これ助手席だから。あ、順番に並べてった結果そうなったんですか？そうじゃないの？だ多分例えばかけてみますよ、ちょっと、うん、で、はい、ね、うん、なぜか、ね、言いたいことは、はい、助手席のヒーターと助手席のベンチがここにあります、運転席こっちです、ハンドル左ハンドルです、はい、普通だったらこっちじゃないのって話、ね、しかも運転席のベンチレーションに至っては次のページですか、ね、そうそう、イタリア車ですね、ここはね、はい、イタリア車じゃないよね、これなんか日本のあれだよね、だからね、いやいやいや、イタリアのやつどうなんですかね、でもクライスラーなんかとなんか表示関係は一緒らしいですよ、フィアットクライスラ あの辺と、うん、そういうところはね、多分システム的にはだから多分海外のを多分日本語化してるだけだとは思うんですよね、多分、うん、ただどうしてこうなったのかは僕は分からないです、そこがね、やっぱり、いやでもいいんですよ、そういうの、そういうとこいいんですよ、はいはい、知ってます、だってマセラティのホームページ、うん、レバンテのところに至っては5色があるんですよ、5色、はい、なんですか、要はブレーキとサスペンションの説明なんですけど、うん、両方ブレーキの説明が書いてある
それ未だに治ってないですからね、うん、ちょっとマセラティジャパンから怒られそうですけど、いいんですいいんです、はい、でもそういうことじゃないじゃないですか、そうですそうです、なんかそういう細かいこととか気にしちゃダメですもん、はいはいはい、この味を楽しむことなんで、はい、であとはすみません、オプションで、はい、この ACC がついてると、はい、ついてます、はい、ここもついてますね、いやパドルいいな、そしてメーターの真ん中はこんな感じで、はい、ディスプレイがついてると、はい、こんな感じでしょうか、まあ、いざしてこれはシンプルですね、はい、だからメディア、そうですね、ラジオ使い勝手はいいですよね、うん、だからそうですね、配置に関してはでもここにあるとちゃんとなるんですよ、なるほど、さっき の、 あの並びだけですね、はい、エアコンホーム画面がちょっとハテナマークですけど、はい、でナビで電話と、なるほど、できますね、一通りはできます、はい、はい、まあ、便利機能としてはカープレイももちろん、そうですね、アップルカープレイ、はい、はい、使えるからついてると、であとさっきのシフトの件でいくとバック入れていただくと360度サラウンドがこんな形でボディ大きいですけどね、こういうのついてると、うん、駐車場なんかも、まあ、取り回しに困ることはないですよね、全然サポートしていただけると思います、まあ、色気の車ですけどこういうしっかり機能的なものも充実してると、ね、はい、はい、そしてこの辺内装関係でいくとピラーがちょっとこのある感じじゃなさそうですよね、そうですね、でも素材的にはちょっと、はい、ちょっとアルカンターラに似てる感じのファブリックで、うん、はい、そしてバイザーこんな感じです、そうですね、あとちょっと分かりづらいですけどここの スピーカー、あ、なるほど、色が違ってるのってこの色違いで僕たちはもうオプションのスピーカーついてくるとか判断しますね、なるほど、外から見てもパッと、そうです、はい、あ、オプションの入ってるってすぐ分かるわけですね、はい、なるほど、そして天井に行くとこれですよ小島さん、このでかいパノラマ、はい、何がどうします、シャッターシャッターしねえよこの、ま、ずシェード、あ、いいですね、シャッターって言わないよねなんで今シャッターって言うの、シャッターって名前言っちゃった、はい、いやいいですね、あ、2段階で途中で止まって、はい、後ろまで開くと、はいはい、でガラスも開くんですよね、はい、最高です。あ、なるほど、ですね。いいですね。こんな感じの内装になってます。はい、で今回はまたドライブレコーダー、はい、必需品と。ついてて嬉しいドライブレコーダーも最初からついてると。はい、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。ちょっと話戻っちゃうんですけど小島さん、これソフトクローズは、あ、ソフトクローズついてないんですよね。ついてないです。はい、で後ろの席に関してはここ結構肝じゃないですか。どこですか、後ろの席、はい、特に他の車と比べられるじゃないですか、はいはい、僕もいろいろレビュー見たんですけど、はい、そのホイールベースが長い分、うん、後ろの居住性どうなんだと、あ、はい、じゃあちょっと座っていただいて、でもう答えから言っちゃうと、うん、その他のに比べるとホイールベースが長いのにそんなに広くないですよね、ただもう全然十分なレベルだと思います、僕な、な、え、な、誰がそう言ってたの、なんか海外の、うん、みんなでかいからだよ海外、あ、そういうことなんですかね、そうじゃないですか、僕たち168、75です、75もあんの、はい、でかいね、そう十分ですよ、はい、他のに比べると何、うん、何センチかやっぱり日本人にはフットスペースは狭いらしいですよ、そう全然全然、そう全然ですよ、はい、全然余裕です、全然です、そして後ろの装備としてはエアコンの吹き出し操作はできないんですよね、そうですね、4ゾーンとかではないです、はい、3ゾーン4ゾーンではないですけど一応吹き出しがついてて、うん、USB が2系統あとシガが1系統ついてると、はいはい、なんでここに充電、そうじゃないですか、充電ですね、はい、もうみんなそうですよ、はい、スマホ1人1台の時代ですから、そうですね、はい、そしてこのリアのエンターテインメント、そうですね、これなんとびっくり社外品なんですね、社外品です、純正っぽいですよね、はい、ちゃんと色味も合ってるし、うん、合ってるし取り付けもなんか純正っぽいです、はい、でこれで DVD と地デジが見れます、見れるという、はいはい、なのでまあちょっとねロングドライブの時にもちょっとこう時間、ね、近いですからこう 見てもねあれかもしれないですけど、まあ、気分転換になると思います、一人一台でいいですね、まあ、うん、はい、まあでもそれ以上に後ろから見たこのパノラマの開放感、そうですね、うん、いいですね、はい、後ろのこのパノラマの開放感がすごいです、はいはい、いい感じですよ、なんかこういうところもちゃんとマセラティに耐えてるのがいいな、いいですよね、こういうのを楽しむ車なんです、うん、そして後ろアームレストは、はい、あ、
小物入れついてないんですね。ここパカッと開いたりしないんですね。ああ、ないですね。もう単純にドリンクホルダーだけ。ドリンクホルダーだけで、はい。まあ、これはここに入れてもらって。ちょっとこれもちっちゃめですか。ペットボトル入らなそうじゃないですか。ペットボトル、うん、大きいの缶コーヒーぐらいです、うん、大きいの入れないかもしれないですね。まあそこペットボトルはここに入れてください。そうですね。はい、でもこれ伸びちゃうじゃないですか。持ってください。ダメです。車飲食しない車なんですこれ、はい。こんな感じです。いやいいですよ。後ろもなんか意外にこう、うん、クッションしっかりめで、はい。そうですね。ちょっとここは背中もちょっと固めですよね。背中硬いですね。はい。そしてこう張り出したりとかしてないんで、うん、本当にゆったり。ちゃんと閉まって。硬いですけど結構ゆったり座れます、ね。うん、うん、はい。で上も。まあ、そんなに余裕はないですけど、うん、はい、僕175で多分座高で言ったら180センチ以上の人とかはですけど、全然大丈夫です、はい、全然大丈夫です。だからね、足組んだ全然できます、はい、僕は組めないです、はい、デブなんで、はい、いやこれもぶつけないように組まないと、はい、ただこの下のスペースもしっかりある、はい、いや足元は全然ありますよ、はい、伸ばせますよ、はい、いやでもここのスペースで言うと少ないらしいですよ、うん、何センチかやっぱり開演とかとか。あ、そうらしいです。いやいや十分です。全然十分です。日本人には十分です。こんなリアになります。あと大事な機能を忘れていました。後ろの席はバイザーがついてるってことで。ああ、いいじゃないですか。フィルム貼ってますけどね、はい、もうフィルム貼ってバイザーたらもう何も見えないじゃないですか、うん、大事大事、はいはい、プライバシーも、はい、日よけもしっかりできると。バッチリです。バッチリです。じゃあ続いてエンジンルームをちょっと見てみたいと思います。レバンテ S ってことなんで、 S ですね、はい、馬力がこう出てる方の430馬力、標準の方が350でしたっけ。そうです、はい、結構出てますね。出てます、出てます、はい、でエンジン自体は3リッター V6 3リッター、はい、なんかこれフェラーリと共同開発のエンジンなんですよね。そうですね、はい、強角の V6、はい、だからカバーついちゃってますけどヘッドカバーがかっこいいっていう。かっこよくないですか。ここでもうちょっとねアルミでマセラティロゴが入ってて、うん、ちょっとこれ他のドイツとか国産にない感じじゃないですか、うんうん、この辺が。そこをなんか色入れたらかっこいいけど、それね、ああ、うん、結晶塗装とか。そう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 、あ、いいですね。そこまでしないからね。やりたいですね。やりたいですけどね、はい、レイアウトもちょっとかっこいい、はい、で、ミッションが発足オートマ ZF の。そうですね、はい、そうですよね、はい、でもマセラティは昔からそうですよね、はい、もう超巨大サプライヤー ZF ですから、はい、まあ、信頼性なんかもバッチリじゃないかな。バッチリです、はい、で一応4駆なんですけど0100、うん、で状況に応じて50対50、はい、基本 FR なんですよね。 FR ですね、はい、だからやっぱりスポーツ感っていうのは絶対残してる車になりますね。やっぱり走りなんですね。走りです。マセラティだと、うん、マセラティってやっぱり、ね、今イメージどうしてもあれですけどやっぱスポーツですよ、はい、スポーツ GT といえばやっぱりマセラティ。そうです、マセラティです。そんなエンジンルームになってます。じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。続いてエアサスペンションの上げ下げも見てみたいと思います。これが今下がってる状態ですかね。はい、一番下がってます。じゃあ1段上げます。これ1段上げて次ノーマルで1段上げます。で一番上です。こんな感じです。ありがとうございます。というわけでこんな感じで今レバンテ S をご紹介させていただいたんですけど、はい、今回ちょっと市場に、そうですね、行っちゃっていいんですか。行っちゃってください。もうちょっとかなりイメージ変わると思います。なるほど、はい、ちょっと市場に行っていきたいと思います、はい、改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。はい、それでは、はい、市場の方へ。初レバンテ、初レバンテ。初じゃないんです、僕。そうだね、改装で乗らせてもらったことがあるんですよ、ちょっとグレード忘れちゃったんですけど、はい、でもだいぶ前です、1年ぐらい前ですかね。そうですか、はい、まあ、レバンテ出て、まあ、
ある程度年数は経ってますからね、はい、4年でしたっけ、うん、経ってますね、はい、そうですよね。今回は一応ローダウンして、はい、センターマフラーも変わってるとなるほどいうところなんで、ちょっとまたノーマルと違うレビューができるのかなと思いますので、これ純正でエアサスなんで、はい、まあ、その基準の位置をずらす部品でローダウンしてるんですね、はい、そうですね、ロアリングですね、はい、やってます。今は車高はノーマルですね、その高さで乗り味的には、うん、あの SUV っぽくないです。 SUV ないですか、はい、あんまりこうちょっとこう車高高い車独特の船こぐ感じはないですね、うんうん、あんまり、うん、ブレーキ踏んだ感じのその SUV 独特のそのブレーキのこう沈みもないですよね。あんまり感じないですね、うん、こう縦にこうノイズダイブする感じですよね。もうあんまりないです、はい、ちょっとこう乗用車に近いというか、はい、セダンに近いような車の動きです。この、まあ、いつもの足場が悪いというか下が悪いところでも、はいはい、どんな感じですか。普通ですよね。普通です。いやいや本当にセダンですねこれ。セダンですね。はい。一個車高を下げてみますか。ちょっと2段階下がりますけど走行中は1段階で下がったのでしか乗れないですね。なるほど。でなんかスポーツしますね。GPS 信号を受信しました。はい、うわあ。急に回転が引っ張るようになって、うん、いやこれ、うん、SUV じゃないっすね。何ですか、はあ、でもちょっと硬くなりましたよね。ちょっと硬くなりましたね、うん、マフラーの音も、いやこの音も、うん、なんかこうスポーツカーですね。スポーツカーじゃないですか。スポーツカー、はい、えだやっぱりこれ なんて言ったんですかね。マセラティって言えばその、はい、ね、あのグレードがまあなんかなんて言いましょうか、あって、はい、レバンテもありますしギブリもあったりするんで、はい、ちょっとスポーツのイメージがあんまりないイメージないですか今のマセラティって。ああそうですね、はい、早い。でもやっぱりスポーツなんですよマセラティって。なんかちょっと GT 化色がちょっと強いですよね、はい、元々、はい、せっかくなんであのそのパドル使ってみてください。あそっか忘れてました。ええこのなんていうんですか、この金属のパドルのこの質感、うん、SUV じゃないんですよこれ、うん、シフトもダイレクト。すごい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 、これは SUV ではない。もうなんか本当に車高が高いセダンとかクーペとか、うん、これ他の SUV ない感覚っすね、うん、セダンクーペなんですけど、なんかセダンクーペってこうスポーツカーですよね。スポーツカーっすね、うん、これはちょっと他の SUV にはないな。いやちょっと最近、うん、あのデモカーで、うん、カイエンクーペのターボ入れてもらって、はい、まあちょっと試乗もしましたけど、うん、ちょっと比べる何かにつけてこう引き合いに出されるじゃないですか、うんうんうん、カイエンとかカイエン、ね、比べる車じゃないですね、うん、ちょっ と,、まあちょっとはい、カイエンとかのスポーツ感と違いますよね。違いますね、まあ、カイエンもちょっとこう車高の高いパナメーラみたいな感じあるんですけど、うん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 、また別っすね、うん、足が乗った感じ。え、これすごいな。いや、びっくりしました、これ。ですか、はい、え、もう一度行かないですか。もう一度行きますか、いいですか。行くのか行かないのか、どうするのかな。いいですか。いいですよ。いや、これすごい、本当にちょっと今までにない感覚。今特にこのマフラーの音聞いてますね。そうですね、聞いてますよね。内装なんかこうドロドロ言ってない、こうフォーンって回る感じ。はいはいはい、はい、だから昔のなんていうんですかね、エンジン音好きな人好きですよね。はい、どっちかっていうと SUV ってこうちょっとドロドロしてて、はい、低音聞いてる方がっぽいじゃないですか、はい、ああああ食べてきた。おいなんだよこっちもいいっすよ。いやいやこれを、うわ最高です。いいですね、うん、あとはあのオプションで、はい、ACC ですか。そうですね、はい、はい、ACC もついてて、いやでも本当に改めて見て思ったんですけど、このメーターもパドルも、うんうん、なんかダッシュボードとかも、はい、スポーツカーですね。そうですね、
でも本当にさっきも言ったように、ここだけ見たら、はい、あれですよね、レバンテもギブリも分かんないですよね。そうですね、ギブリのなんかその、なんていうんですか、を結構継承してるというか、はいはいはい、踏襲してるんですよね。まあ、ギブリっていうか、マセラッティの路線がこっちの路線になってると思うんですよね。はいはい、デザインとかなんかパーツとかだいぶギブリのものがあるらしいですよ。はい、使ってるんですか？見たいですよ。なんかその、うん、足元どうですか？まあ、直接っていうわけじゃないですけど、っていうか今気づいたんですけど、あれなんですね。アクセルこれオルガンじゃないんですね。オルガンってここなんか下からこう入ってるタイプじゃないんですよ。下浮いてるんですね。今オルガンってあります？オルガンっていうかこう下くっついてる、BM とか下くっついてるじゃないですか。メルセデスも下くっついてません？これ下くっついてないんですよ、うん、ペダルの下が。だからこういう動きじゃん、はいはい、こういう動きこういう動きは、はい、違和感ある感じですか？そう言われれば、ああそう言われればね、はい、いやでもフットレストも大きいし、ペダルもそんなにオフセットしてないし、なんか別に乗りづらさは別にないですよ。それよりかもこのエンジン音とこの乗り心地と景色が、うんうん今までにない感覚です。ああこう来たかっていう、はい、いやこれマフラーの音いいな。多分マフラー変えてるからまたさらに演出がされてると思いますよね。そうですね、はい、よりなんからしくなってるというか、はいはいはい、であえて別にそんなになんて言いますかね、まあ爆音でもなく、はい、そうですね、うん、これ以上ちょっとうるさいと使い勝手悪くなっちゃうんですよね、はいはいはい、ちょっとね、これぐらいだったら本当に純正家族純正でうるさいって言われちゃう感じですけどね。ちょっと踏んでいいですか？そうそう、うわ、はい、スムーズスムーズスムーズ、ね、そのうわーっていうほどの加速じゃないですけど、はいはい、もちろんスムーズ、うわー、シフトだ、これ無駄にシフト、うわー、今日高速乗った方が分かったんじゃない、これ。そうですね、いや高速というかワインディングですね、これ。はいはいはい、あこれでね、あの箱根とか走ったら、いやいやいや気持ちよく走れます、ね、気持ちよく走るよね。いやこれはいいっすよ、うん、結構僕ちょっとレビューとか見たんですよ、うん、その海外の、うん、結構こう酷評というか、はいはいはい、え酷評っていうと よくない、よくない、はい、レバーテって、なんかこう質感がまずどうとか、はいはい、だからエンジンがちょっとこう、まあ、フェラーリと共同開発のエンジンですけど、はいはい、ちょっとこの足りないんじゃないの、はい、みたいな、はい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 、あとはどうしてもこの車の何て言うんですか、こういう機能系のものが、はいはいはい、フィアットとかクライスラー系のやつなんで、はいはいはい、ナビとかもそうじゃないですか、うん、もうデザインこそマセラティになってますけど、ね、なんかクライスラーとなんか共通なんですよ、はいはいはい、だとなんかそのスイッチの質感とかも、はいはいはい、なんかマセラティらしくないみたいな、結構その海外のサイトなんか書かれてましたけど、はいはい、なんかもうそういうんじゃないですよね、なんかちゃんとこうマセラティしてますもん、うん、はい、僕もそんなに知ってるわけじゃないですよいやでもね、はい、やっぱなんて言ったかな、機能で乗るんだったら、はい、マセじゃなくていいじゃんみたいな感じですよ ね、 すね、やっぱこのなんて言うんですかね、味付けを楽しむのがマセラティだと思うん で、ね、正直ね、機能だったら、まあ、毎回マセの時言って申し訳ないですけど、ね、テレビなんかもちょっとね、見れたもんじゃないって言い方がいいんですけど、はい、厳しいですし、やっぱり機能とかなんかそういうので選ぶ感じる車ですね、これ、うん、そうです、はい、まあでも比較的やっぱりイタリア車ってそうじゃないですか。そうですね、うん、いやイタリア車にそこ求めちゃダメでしょっていうのは結構ありますよ。だったらね、はい、まあ国産の方がよっぽど気を使った、ねね、機能がついてたりしますから、イタリア車にこうチリガーとか、うん、機能的にこれがついてないかなとか言っちゃダメですよね、うんうん、そうですね、感じる車ですからもうイタリア車は、うん、これはありだな。だっていいんじゃないですか、ね、まあ、結構ね価格帯も年数によって落ち、でも結構底値で止まってますけどね。あ、そうなんですか、うん、止まってますね。人気がやっぱりあるんじゃないかなと思います。じゃあ割と今お買い得な、お買い得だと思います。やっぱね、これまたディーゼルもあるんですけど、まあ、ディーゼルはまた別の車になりますね。あ、なるほど、はい、でも逆にこれをどうディーゼルで味付けしてくるのかちょっと興味ありますよ、だいぶ。あ、ディーゼルの時またレビューして、はい、まあ、ディーゼルの時はまたちょっと、そうですね、ちょっと機会があったらちょっと乗ってみたいですね、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。
はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりマセラティレバンテースをご紹介させていただきました。はい、またボンドカーズではただいま、全国買取強化中でございます。詳しくはホームページをご覧ください。そしてあれですね、小島さん、はい、リクエストも、あ、そうですね、車両のリクエスト、はい、募集してますんで、はい、まあ、在庫車両で何か見たいとか、はい、あとはこんな車を紹介してくれとかっていうのがありましたら、はい、お気軽にコメント欄までコメントいただければ幸いです。はい、でボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。